S31WH はファーウェイが開発し、モバイルが販売する WCDMA 及び GSM 通信方式に対応する Android を OS に搭載した Wi-Fi ルーター。通称ポケット Wi-Fi S。2011年1月14日発売。eMobile がファーウェイジャパンに依頼し、日本国外で発売されている IDIOS を日本向けに仕様変更した機種である。 このほか、日本通信からも若干仕様が異なる U8150 がアイディオスとして販売されている。もともと安価な Android スマートフォンとして開発されたアイディオスではあるが、e モバイルでは通話ができる Wi-Fi ルーターという位置づけで発表した。Wi-Fi ルーター機能は Android2.2 から標準搭載されたテザリング機能を活用することで実現しており、 最大接続機器数は5台。音声通話可能なため、Wi-Fi ルーター向けのデータ通信専用プランではなく、スマートフォンと同じ音声総合プランでの契約となる。販売価格が安価でもあることからアシスト1200は使用できない。公式に s i m ロックフリーであることが謳われており、NTT ドコモのフォーマカード、またはソフトバンク 3G、u シムカードを挿入することで、 WCDMA の 2GHz 単位エリアやドコモならば東名阪バンドエリアで利用可能となっている。他社とは異なりシムロック解除作業や手続きは必要ない。ありがとうございます。